アジアンユーリエビチピト KF は、ロシアの元フィギュアスケート選手。2014年世界ジュニア選手権2位。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリでは、リガハイで2位。バルティックハイで、初優勝し、初めて、ジュニアグランプリファイナルに進出。ファイナルでは、SP、FS どもに、大きなミスのない演技で2位となる。ロシア選手権は5位。 ロシアジュニア選手権では優勝し、初めて世界ジュニア選手権の代表に選ばれる。世界ジュニア選手権は SP で、単独ジャンプがシングルになってしまい7位と出遅れるが、FSI では2位となり銀メダルを獲得する。2014から2015シーズン、シニアクラスへ移行こう、ロンバルディアトロフィーで3位。ロシア選手権では、銅メダルを獲得し、欧州選手権の代表に選ばれる。 2015から2016シーズン、ロステレコムハイで、グランプリシリーズで初のメダルとなる、銀メダルを獲得した。ロシア選手権では SP で3回転アクセルで、転倒するも3位となるが、背中の痛みを押して滑った FS では、ジャンプの失敗が相次ぎ、総合9位に順位を落とした。2016から2017シーズン、 腰の怪我を理由にグランプリシリーズの出場を辞退した。2017年6月26日、慢性的な腰の怪我を理由に引退を発表した。ファイゼー、マイナス2016ファイ、ゼー、ゼー、ゼーペイン、アパッショナータ、シークレットガーデン、ゼー。ありがとうございます。